はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。アールです。ビューティフルジョー2ですね、よろしくお願いします。ネクストフィルム行って、まずパワーアップはできるんだっけ。コメントもありがとうございます。やっぱりな、シルビアのね、こう背面、なかなか俺もね、背面がね、ああ綺麗だな、可愛いなっていう、魅力的だななんて思うことはなかなかなかったんですけれども、あ、受け身を取りたいんだよね。受け身、まあ受け身いいかちょっとよくわからないけどね。ん？ビューティフルセクシーフォーエバー、溢れ出す美しさで画面中の敵にダメージを与える。 V ダッチ、あー、なんかこんなのもあったんだ。オートで避けてる時にズームするとなんかフォーエバーしてくれると。あ、これもいいですね。貯めましょうね。じゃあよし、じゃあこのまま行きましょう。次の、サブタイトルは何ですかね。前回透明怪人が透明人間だったんだよね。あー、大電人、んー、何ですかね結構探すのすごい大変なんですよね、こういうシンプルなやつだとさ、ね、透明怪人とかだとさ、透明人間かなとか思うんですけど、大電人、見えないところからの攻撃はやめろって。あ、爆弾結構降ってきてな。いいや、殴っちゃう。背面から、ね、ヒーローに、ヒーローだろうが何だろうが背面からの攻撃はする。このゲームはね、奥面とかのね、お、攻撃はできない。おっ、レッドホットキック、もう勝てる。レッドホットキック、あ、当たらない、危ない。こいつだけはね、ちょっと早めに砕いた方がいいんだよね。当てるか、よし、もらうもんだけもらっておいて、よいしょ、ほら、これ当たらない、当たらない、やってろ、やってないと。よし、下のはどうやって取るんだ。あの、ほげほげしないといけなかったのかな。もしくはあれ、打つこと自体はでき、ああ当たらない、届かない。ほげほげして取るのかな。あ、いや、戻って、あ、戻れなくなってる、しょうがないな。なんだなんだなんだ、危ない攻撃は嫌ですね。ただその大電人なんていうくらいの名前なんで、もしかするとあいつが出てくるのかもしれないですね。ビューティフル女王1でもね、出てきた。危ない、ちょっとね、都合の悪い敵、わー、都合の悪い敵は適当にね、やっつけるに限る。あそこで結構、おっと、たくさんのね、このゲージというかアイテムあったので、パワーアップするのがちょっと難しいんじゃないのかなと思ったり思わなかったり。なんかここあんのかな、まだ敵いるどっかに。おお、死神屋さんが、あぶ、これ何だ、何ですか、ほげ、あ、落ちた、なんかあったのかな、おいちょ、あ、今の残機薬か。とりあえず飲み物、ひょうたんからの飲み物でどんどん回収していきたいんですけど、特にないよな、見えない。こういう追いかけ方でいいのかな。ん、お、なんかおみこししてる、おみこしじゃないな、あれカゴか。なんだ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 、
はなんだ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 あ、戻れないしてる。あ、いや、なんかそいやそいやしてないけど、なんだこいつ。とりあえずアイテムまだ回収してないのがあるよ。ないですね。なんだこいつら。おっ、なんだん、当たらない。攻撃が当たらない。何かある。あ、3発撃てって書いてあるな。あー、それも両側からか。そりゃそりゃしながら。あ、こうがれるんじゃん。よっ、あっ、ボタンを間違えてしまった。そいや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 になってるんで、あー早速踏んでまった。あ、ここ降りられないのか。よいしょ、ほいほいほい。でうまいこと時間制限ついてんのかな。よっ、これで、うん、あ、まだなんかある。あとなんかあるとしたら上でしょ。あれ、お、なんだ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 。次は上からね、ベシッって叩き込めばいいと思ったんだけど、そうじゃないのか。当たってないか、これ。ここ、よし、入った。でさらに、よっ、おっ、おっ、あー当たらない。ね、こうしてこうしてこう。あ、当たらってない。よっ、ほっ、ほっ、あ、これも当たってない。よっ、よし、お、忍者面。よし、あー、1、2、1、2、3、4回。 OK、 1、2、あ全然見えない。敵の動きは見えない。Ready? Action! お、敵も普通にいるじゃん。あー、覚えないといけないんだけどな、敵の動き。他の敵がいるとちょっと、1、2、3、4、よし、 OK。 最初の上下だけがランダムで、あとは、あー、戻れる。なんかでできないのかな。敵がこっちまで追ってきてくれればね、ホゲホゲすればもしかしたらできるかもしれないんだけど、ちょっと追ってきてくれる子いるかな。奥にも何か見える。一匹でいいんですけど。カニを鳴らしたそうですね。ただまずは、おっと、まずはこれ、邪魔な変なエイリアン型モンスターをやっつけないといけないと。よっ、当たらない。よいしょ。あれも必要なのかよくわかんないですけどね、やっつける必要があるのか。とりあえず蹴っ飛ばしときゃまあ問題はないんで。あ、こうか。よいしょ。で、ここからこうして、あ、届かない。こう、逆か。あ、違うな。こうでしょ。で、二段ジャンプが、あ、できない。自分でジャンプとしてようのかな。いや、バネは利用する必要はあるよね。長押しで多分遠くまで飛べるかな。でさらに、あ、二段ジャンプができないんだよね。
これでいけるって見えてきてね。ギリギリまで普通に飛べばいけると思うんだけど。よっ、いけるか。届かない。どうしようこれ。スローにしてるときに、スローにするとね、いきなりフーになっちゃうんですよね。それじゃダメっぽいんだけどな。そうすると、ああ、どうしてもフーになっちゃうのか。どうしようかな。シルビアで無理やりなんかやるとかなのかな。でこうして、ああ狙わない。もちろん屋根の上は登れないから、何をやればいいんだ。まず当たらない、攻撃が当たらないよ。このままだと飛ばないから、ズームか。あー、ズームすると勝手に飛んじゃうんだよね。だから、ズームではないと。ここから、落ちるんだと、まず、変身が解けちゃうよね、時間的に。二段ジャンプしないからな。何が必要なんだ。この上は登れないもんね。あと必要なものはこれ、これか。これじゃ届かないもんね。こうして上まで行って、あ、飛んでいるときは交代ができないし、上まで行っちゃうとまず交代するつもりを見せないですね。このゲームなんかあんのか。他に回避行動をすると、あ、回避行動もしない。お、なんだ。でさらに、あー、単純に俺のタイミングが悪いだけなのかな。ここからこう行って、こうして、当たってないんだよな。こうして、こう、いや、当たらないな。なんか違うのかな。これ動かせないか、動かせないか。思いっきり降りる、高いところからグーって降りないんだよな。例えばこうして、これでやった後すごい高くジャンプはできてないね。こうしてなんかブーメランで当たってるようには見えるんだけど、そうじゃないのか。自力でぶん殴んないといけないのか。あとは何だ。今何をした。ああ、ブーメランじゃなくて、あと投げか。投げをしようとしたのか。投げをしようとしてもあんまり意味ないんだよな。スローでやると絶対こうなっちゃうから、なんだろう、何が足りないんだ。これじゃないのかな。あー、これかな。
さてさて、またいきなり、あ、UFO、UFO に攻撃を仕掛ければいいだけ？だったら楽じゃないか？で、焼夷弾が撃っていくだけ、危ないな、先にこのレーザーたちを、燃えてるよ、燃えちゃってますけど、あ、また燃えてる、燃えてる。消化しないと危ない。ちょっと大変なことになってきた。こいつお水持ってるみたいだから、まずお水で冷やしてあげないと。危ないのか？これを水をなんかぶち壊して。おい、ちょっと、永久に炎上してんだけど、これ。あ、よし。とりあえず水撒いて。あ、俺のもう HP がないな。あ、やばいな、これ。あ、やばい、敵にかまけてる間があるなら、これで、あ、起こした。殴った方がいいんじゃねえのかな。あ、全然ダメージ入ってないけど。あ、ちょっと難しくなってきたな。とりあえずやらねばなるまいが、これなんか爆弾を爆発させると壊れるとかあるのかな。あー、特にないな。で、こうほげあー、ほげほげしてもさ、下のこのものがどうにかできるっていう感じじゃないな。となると、おい、あ、もっといける。あ、俺のあのゲージが足りない。まず避けて、こうして、あ、足りない。あー、なんかでも橋壊れてる、これ。無理やりなんか壊してあげたらよかったのかもしれない。これでどうや。いやー、あんまり、あ、いや、こうか。よし、オッケー、抜けた。うん、闇これだけ、まあこれがあ、あれ、なんだこれ、どっから壊すんだこれ。殴れば惜しいか。よし、金。全部回収できたかな。裏にもね、あのハンバーガーあるんですけど、うまいこと回収したいですね。とりあえずこの爆弾野郎を、爆弾魔だけ、とにかく、とにもかくにも、この爆弾魔を壊しておかないと。よし、燃えた。よいしょ。OK。この、スローにしてる間って俺が喋れないんですよね。なぜか。なぜかスローにしてると、俺まで自分がね、動きが、声がね、スローになっちゃうんで、それがね、なんでやって、いつも思うんですけど、あ、危ない。よいしょ。とりあえず、回収できるものを、早めに回収して、爆弾魔さんだけは、ちょっと早めにね、破壊してあげたい。そうじゃないと、俺が死ぬ。何にお置いてもね、やつだけを最優先でやっつけないとまずいと。おっ、よっ、で、こうして、おい。なぜかこのズーム、おかしくて、やっぱね、ジョー君がズームになるんで、完全に敵がね、どうされてるのかとか見せられない状態なんですよね。それは昔のこのビューティフルジョー1から、変わってない、改善されてない場所なんですよね。よっ、まずはここの上登れたんだね。次、はい、で、よいしょ。お、
あれ頭にちょっとぶつけたいんですけどね。ああ、無駄なダメージ。ちょっと屋根に登れないよっ。先にこれ殴った方がいいのかな。あ、先に殴った方が良かったよね。で、よっ、よし、今行ったでしょう。よっ、オッケー。で、忍者面が出てくると。1、2、3、4。あ、1、2、3、4。これはなんか差があるのかな。やっつけたか。やっつけたはやっつけたけど、まず出てくる。下上、下上、下上、普通に避けられてないのはまずいんじゃないですかね。Ready? Action! あぶれ。一応回収できるものだけをね、回収しておかないと。よいしょ、よいしょ。これでやれたかな。やれたかどうかは分からない。あら、また地震がしそうな雰囲気。せっかくガンプラ直したらいいな。先にやっぱ100均とか行って、マガジンラック的なもの、マガジンラックじゃないか、あれ買っとけばよかったかな。ゲームを立てかけていたんですけど、結構倒れちゃってさ、あの本の敷居みたいなやつ買った方がいいかなと思ってたんですけど、まあ明日明後日でもいいやと思っていると、あまりいいことがないかもしれない。あ、結構揺れてんのかな。ちょっと最初の揺れ以降何も感じないんですけど、よっこい、あー、よっこい、いけ、これでゴツーン。そうね、ゲームなんてやってる場合じゃないかもしれないですけどね、実況をやめられないけど、ビューティフル上やめられないんだけど状態なんですよ。で、問題はこいつなんだよね。早いとここれちょっとやっつけないと、これで。あー、ちょっと待って、敵にさダメージ通ってないんだけど、なんで頭か、全然ダメージが入ってない。あー、返すのか、もしかして。万が一、万が一やり返す系だとまずいんだけど、これ、あー、全然ダメージ通ってないな、これ。これはまずいですよね。え、こいつらおそらく無限脇状態だと思うんで、水巻きながら、おそらく敵の焼夷弾を返してあげるのか、もしくはあの弾丸をね、返す可能性があると、ちょっときついかな。あー、返せない。これはまずいんじゃないか。ここ、これでどう。当たってる、なんだか知らないが当たってる。あ、もしくはこいつらをね、当ててあげてもいいんですが、やめろ。まあ、そう、うまいこと当たるものでもないか。あ、やっぱ当たらないね。これ邪魔だから、これはね、ひっくり返しておく。で、こうして、あー、これだって上に持ち上げたところでさ、ここか。
よし、当たって。怖い。あ、これはまずい。あー、燃えちゃった。早いとこ、ここ。鎮火しないと。なんでもいいんで。あー、壊れない。俺が燃える。これさ、一回燃え出すと危なくねえかな。ねえ、これでなんとか、鎮火しないと、危ないって、やめろって。これどうやってやるのが一番効率的なんだろう。うまいことさ、上見ながら下見ないといけない、これ。あー、もう、消えろ。あ、消えてるようで消えてないような。こうして、よし、上、いける、当たる。で、もう一回、OK。よし。いやー、すっごい難しい。こっち。消えたかな？あ、まあ消えてなくてもいいか。この UFO は？なんかいたずらは？できそうにないね。じゃあ進みましょう。奥のハンバーガーすげー欲しいんですけどね。あー、ここに1個か。うん、ヤミー。あ、すごいハンバーガーだ。助かるわ。お、忍者。1、2、3、4、で、こう。開いた。奥の宝が欲しいけど、あー、届かない。1、2、3、4、で、ほげ。1、2、3、4、で、まあ、上でもいいんですけどね。で、落ちてきたところをもう一度ね、こうやってあげるとか。連続で行く行かないの差はよくわからんが、普通に殴った方が、あー、最悪ですね。全部当たってる。1、2、3、4、はい、よいしょ。ズームでね、やっても吹き飛んでしまうので、あー、シルビア、後で、助けてもらいましょう。よっ。あ、当たらなかったー。これ、吹き飛ばしておこう。あー、その技困るんだよな。よいしょ。当たるか。十分。あ、危ない。やっぱ無理くり殴る方が良さそうなんだよな。何においても。よいしょ。ね、レッドホットキックからね、スライディングとかからね、行っちゃって先制攻撃を仕掛けた方が良さそうなんですけど、まあ、多分こういう風にやるよりはもっとちゃんと正しいね、やり方があると思う。つか、俺が先に仕掛けていたのにさ、バリアみたいなの貼られるのはすごい嫌なんですけど。あれ、どうやって回避するんだろうな。ちょっと待ってよ。それ、おい、ちょっと待って、届かないってまずくないですか、これ。いける。よし、うん、やみ。え、ちょっと待ってよ、これ見た目よりも、よし、大文字焼きが犬になってる。見た目よりなんか範囲低いのかな。え、また戦うの、ちょっときついっすね。あれだな、釜持ちもちゃんとした戦い方見ないとダメかもしれない。なんだ、マスターハンドかな。よいしょ。基本的にもう殴ることしか頭ないからな、先制攻撃で。おそらく、おい、ちょっと、なんで大仏がビーム打ってんだよ。
どっちかにしろよ。手と戦うか、大仏と戦うか。やめろやめろって。こいつ自体に、おお、あ、ミサイルだ。あー、これまたね、当たり判定が結構厳しいんですよね、このミサイルさんも。よいしょ。うわ、当たっちゃった。どこにいるミサイル。届かない届かない。足が、よし、足が短い。よし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 。あの手は止まってるみたい。あー、攻撃が当たらないんだけど。やばいよ、忍者来たら。1、3、4、よし。いや、あっち行け。あっちに行ってろ。あ、またレーザー。ちょっと。あれだな、もうほんと、孫悟空にでもなった気分だな。あ、危ねえ。よかった、ここからか。また UFO からの再来だったら終わってましたね、完全に。下、上、下、上、で、こう。で、もう一発、まあ、もうおまけで多分撃てるのかな。なんかもっと効率的にね、一回の攻撃でちょっとやっつけたいんですけどね。なんか今でもね、今なんとなく避けたけど、下、上、この3回目以降の攻撃は必ず逆方向の攻撃をしてくるっていう感じでいいのかな。下、下、上、下、あー、こんな感じなんだろうな。あ、で、ほげ、あぶね。死神に対してはほげほげした方がいいのかな。ちょっと待って、なんで大仏が動いてんの。やべえ、俺があれか、行き過ぎたのか。行き過ぎ量成敗だ。さてさて、どうしよっかな、こいつ。まあ、ミサイルをね、跳ね返せば、危ない、いいだけだとは思うんだけど、ちょっと先にちょっとこいつらみんなもうまとめて片付けましょうね。ピンボール状態で間に合わない。あいつ足速いんだよな。あ、危ない。うーく、これが強くてさ、この体当たりがジャンプしてくるときにさ、吐いてかましてくるとかなかなかやってくるよね。で、あ、危ない。あ、これ避けられないのかな。こうで、こうしてあげてると、まあ、ミサイルは勝手に、お、危ない。これどう？これ例えばこの辺で、この辺でスロー入れてあげた方がダメージ通っているのかな？微妙ですね。1、2、3、4、あー、案の定、よいしょ、うっそ。ちょっとレーザーやけくそすぎんよ。あ、ハンバーガー食ってる暇あるかな。あ、ないここで、まず手を止める。手止めておいて、手止めておいて、おい、一回で全部跳ね返して、はい、当たりそうなところでスロー入れて、ドコボ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 コ、壊れない。これはまずい。ハンバーガーが欲しい。あー、取ってくんない。いや、まずいんじゃないかこれ。